アレクサンドロス2世は、アルゲアス・朝のマケドニア王である。アレクサンドロス2世は、先代のオアミウンタス3世と、王妃エウリュリケ1世の長男であり、弟に、ペルディッカス3世と、ピリッポス2世がいる。アレクサンドロスは、即位時点において青年には達していたものの極めて、弱年であったため、周囲の敵からの侵攻を招くこととなった。東方からはパウサニアスが攻撃を仕掛け、 同時に北西からはイルュリア人が侵入してきた。アレクサンドロスはアンフィポリス奪還の途中、マケドニアの沿岸をちょうど航行中であったアテナイの将軍イフィクラテスの助力を得ることに成功し、これらの外敵を破ることができた。アレクサンドロスはまたアレウアスケの要請を受けてテッサリアの内戦に干渉し、ラリサをはじめとする数都市を得た。しかし、 当初の約束を違え、それらの都市に守備隊を入れたことから、当時にリシアの覇権を握っていた、ーバイの反発を招くこととなった。ーバイの将軍、ペロピダスは、マケドニアをテッサリアから追い落とした。またペロピダスは、アレクサンドロスの義兄弟アロロスのプトレマイオスを支援することで、アレクサンドロスを牽制し、アテナイトの同盟を破棄させ、 フィリッポス2世を含む人質を定売に送らせた。紀元前368年、アレクサンドロスはアロロスのプトレマイオスの先導で暗殺された。ペルディッカス3世が時代の王として即位したが未成年であったためアロロスのプトレマイオスが摂傷となった。ありがとうございます。